皆さんこんにちは、サイレントサイレンです。ボーカルギターのスーです。ベースナイヤンです。キーボードのゆかるんです。ドラムのひなんちです。よろしくお願いします。サイレントサイレン初めてのアメリカでのライブということで、私たち4人でアメリカに来ることも初めてだし、すごく楽しみにしていました。一番最新のアルバムが S というアルバムで、日本で3月にリリースしたアルバムになっています。サイレントサイレンはポップでキャッチーな音楽も大好きだし、ロックでかっこいい曲も大好きなので、その両方をサイサイらしく音楽で表現していきたいなと思っていまして、それを突き詰めた音楽を S では収録されています。9月からワールドツアーが始まります。6カ所世界を回るのですごく楽しみです。国内も国外も全力で楽しませようっていう気持ちは変わらないんですけど、言葉がやっぱり通じない時とかも、こうどんなに広い会場であってもお客さんとすごく目を合わせて、こう近い距離でこう一緒に楽しめる空間作りっていうのを意識しながらライブをしています。国内でのライブももちろんそうなんですけど、やっぱり国外だと、外国だと、YouTube にミュージックビデオが上がってる曲の方がこうみんながわーっとなる感じがすごくあるので、私たちもセットリストを作るときに日本らしい曲だったり盛り上がる曲とかに加えて、ミュージックビデオの再生数の多い曲とか、そういう風に、セットリストを決めたりするのが日本と違うところかなと思います。はい、国外でライブをするときはやっぱり多少の挨拶とか言葉を覚えてはいくんですけど、なかなかうまくこう喋れなかったりもするので、言葉が通じないこともあるんですけど、そういう時にはやっぱり音楽の力が生じて、サイサイはすごくメロディーもいいと思うし、ポップで楽しいと思うので、言葉が分からなくても盛り上がれるような曲を結構選んで持っていったりします。はい、国内でも場所によってこうファンの人の反応は違ったりするんですけど、国外だと本当それが顕著に現れるので、サンフランシスコではどんな反応してくれるのかなっていうのがすごく楽しみです。でやっぱり私たちの曲はこう盛り上がる曲もたくさんあるので、こうみんなでダンスする曲だったり、こう体を動かせる曲とかもたくさんセットリストに組み込みたいなと思っています。すごいとことんサイサイのことを調べてくれている感があって、やっぱりこう直接会える機会が少ない分、インターネットの情報だったりブログとかツイッターとかインスタグラムの写真とかをすごく見て勉強してくれてる感じがすごくあるので、なんかよりこうなんか待っててくれた感があるなっていうのをいつも感じます。その国によっても全然乗り方が違うなと思うんですけど、アメリカではまだライブ今日なので、このあとどういう反応なのかなっていうのはすごく楽しみなんですけど、例えばサビを全部日本語で覚えて歌ってくれたりする国もあれば、日本と同じようにこう愛の手とか入れてくれるところもあるので、そういう国によってどういう乗り方をするのかっていう違いがすごく面白いなと思ってます。そうですね、 J-POP サミット、私たちもちょっと空き時間にこう見てみたりしたんですけど、すごいお客さんの歓声が聞こえたり、アイドルさんがこう踊ってる中めちゃくちゃ盛り上がってるのを感じたので、サイサイもこうガールズバンド日本代表としてちょっとね、楽しませたいなって思ってます。もうまず第一にとにかく楽しいライブをしたいなと思っています。今回は J-POP サミットということなので、私たち日本のお祭りをテーマにしたワッショイという曲を持ってきたので、その曲もみんなでこうワッショイ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 って掛け声を言いながら一緒に楽しんで、で楽しんだ上で、日本のお祭りってどういうお祭りなんだろうってそこから興味を持ってもらえたりしたらすごく嬉しいなと思います。今回のライブの衣装はですね、サイレントサイレンが年末に行ったライブの衣装なんですけども、日本の和をテーマにしていて、着物のような衣装になっております。で生地もすごくちょっと固めでしっかりした素材で、こうなんかね、和な感じですね、ジャパンって感じの、ジャパンって感じの衣装なので、もうこことばかりに今日はこの衣装を着て日本の
カルチャーを伝えたいなと思います。うーん、でもセットリストは毎回結構変え、同じ曲をやったりもするし、毎回セットリストを変えて、そのライブごとにイベントがどんなイベントにかによって結構セットリストを変えたりして、したりメンバーのこうモチベーションによってみんなでライブ前に話すことも違ったりするし、今日はとりあえず楽しもうとか、ちょっと気楽にやってみようとか、この後ご飯があるから頑張ろうとかそういう話もするしいや本当に結構そういうテンションのあるし、結構がっつりこうもう集中してやろうという時もあるし、なんかかしこまった感じではなくてラフなテンションでやったりとかもしますね。なんか例えば同じ学校に通っていて同じクラスだったら、多分仲いいグループではない4人組なので、一人一人が多分もう個性が全然違うので、だからこそ一つの音楽を作るにあたってはこのメンバーがすごく最適だなと思うし、だからサイサイの音楽ってすごくポップでロックですごい楽しい音楽なんじゃないかなと思うので、性格の違いはまあ違うことがいいことみたいな、みんな違ってみんないいみたいな感じのやつです。でもそのガールズバンドっていうのもあるし、私たちは読者モデルをきっかけにして結成されたので、自分たちでバンドを組んでないんじゃないかとか、下手くそって言われたりとか、片手間でやってるんじゃないかって言われてすごく悔しい思いをした時期が結構あって、でもそれでもこのメンバーとならなんとかやっていけるんじゃないかと思って、それをバネにして一生懸命練習していい曲作ろうぜって言って乗り越えたりとか、メジャーデビューのタイミングでゆかるんが加入して、そこからすごくいい方向になって今までやってこれました。サイレントサイレンは結成して5年ぐらい経つんですけど、最初の頃は全然お客さんがいなくて、でもそこから少しずつお客さんが増えていって、でなんかその中でどんどんお客さん同士が仲良くなっていって、もうファミリーのように私たちも思っているので、サイレントサイレンのファンのことをサイサイファミリーと呼んでるんですけど、本当にファミリーのみんながいなかったらここまで来れなかったし、海外にももちろん来れなかったし、日本でもたくさんライブをすることができなかったなと思うので、本当にこう私たちの力だけではなく、というかほとんどファンの方に助けられてサイレントサイレンここまで続けてこられてるなというのをすごく日々実感しているので、ありがたいなと思います。はい、今回の J-POP サミットの大トリということで私たちもすごく驚いているんですけど、私たちも本当に楽しみに今日待っていたので、待ってくれているお客さんを思いっきりこう盛り上げて、日頃溜め込んでるものとか今日までこうわーってなってるものを全部発散してもらいたいなと思います。そしてまた日本をサイサイを大好きになってもらえるようにいいパフォーマンスをしたいなと思ってます。今年初めて呼んでいただいたので、また来年もぜひサイレントサイレンを見たいって言ってもらえるように、今日のパフォーマンスを全力で楽しんで、そしてもっともっとサンフランシスコをはじめアメリカ全土でライブができるぐらいビッグな日本の代表するアーティストになりたいなと思うので、よろしくお願いします。